私は大人がいいと思いました。理由はキックボクシングの先生にもなれるし、キックボクシングのチャンピオンベルトを負けるからです。子供はお父さんお母さんに連れてってもらえるけど、大人は自分で行けるからです。だけど大人は日本一周もできるし、友達とディズニーランドに行ったり、遊園地も友達と行けるから大人がいいなと思いました。大人は自分が開きたいお店も開けるからです。お店開きたいお店は帽子屋さんと自分の K1 のジムも作れるし、怖い話を聞かせるお店も開けるからです。あと私は大人になったら K1 の全選手に会うことと電気に乗ることが楽しみです。あとチャンピオンベルトを1万個取ることと、トロフィーを数えきれないほど取ります。だから私は大人がいいなと思いました。